私はスケボーを見てました。こんばんは、こんばんは。皆さんありがとうございます。髪色がもうだいぶ落ちてきて、キシキシな山田です。あ、ヘアオイルつけよう。スケボーすごいね、スケボーすごかったですよね、本当に。サムライズ光り包まれて、We are beautiful。 今卓球決勝、バスケ見てる。3対3って聞いたんですけど、バスケ違うのか。なんか髪洗う前に、ヘアオイルを塗って、でその後にトリートメントを先にしてから髪を洗うとめちゃくちゃいいらしいので、ちょっとやってみたいと思います。もう髪はね、永遠の悩みですよ、私にとっての。安いの買ってきたの、でも超いい匂い。混合ダブルス金メダル、すごい。やっぱりオリンピックネタは尽きないね。最高ですもんね、本当に。ありがとう日本に、感動ありがとうございます。こんな中でも1年越しにやっとできて、もう選手たちも本当に頑張っていただきたいです。1年もあれだよね、その峯岸さんとか卒業に例えたら、卒業を1年待ってみたいな感じだから、もうその1年がどれだけきついかっていうのがね、想像したら辛いけど、わかんないけどね、本人たちにしか。でも本当にすごい一年を乗り越えての大会だから、頑張っていただきたいですね。コロナだからオリンピックやるなっていう方もね、多分いると思うんですけど、私はやってほしかったです、どっちかっていうと。まあ、いろんな問題があるにしても、その選手一人一人の人生が本当に大きく関わってるから、そのなんか辞めるっていう決断はしてほしくないなって思ってたので、まあ、ちょっとね、満員でマスクなしの状態でみんなが見れたりするのが一番だったとは思うけど、そうですね、1年間モチベを維持って本当にすごい大変なことですよね。1年だよ、1日が365回も来るんですよ。卓球マッチポイントだ、お素晴らしい。これでもう金メダルが決まるんですか。あ、準決、金メダルが決まる。お、卓球金メダル、ふぅー、イエーイ、やったー、金メダルだー。ヌーピーの48タイムズも金メダルでした。嬉しい、金メダルいただいたファンの方に。ヌーピーおめでとう。ありがとう。ヌーピーの本、ティエットタイムズさんも金メダルでした。わーい、ありがとう。みんな金メダルありがとう。おめでたい、おめでたい。やったね、金メダル。今今年何個目ですか、1、2、
金メダルありがとう。ナイピーも金メダル。嬉しい。今年は金メダル、さすが自国でやってますから、選手たちももうね、気持ちから違うよね、きっと。すごいな。金メダル、金メダル、イエイ。金メダルです。おめでとうございます。私ツインテールがさ、破壊的に似合わないんですよね。今日食べたいものがあったんだ。そういえば皆さん、私この配信で食べたいものがありました。なんだと思いますか？正解が出るまで帰れマティーン。知らなきゃよかった。スイカ？アイス？何でしょうか？大福？何でしょうか。絶対に当ててください。桃？なんで分かったんですか。正解、桃でーす。ということで、これから持ってきます。桃ってきます。これ実はね、私がいつも行ってる、なんぴてなのかな、行きつけのラーメン屋さん、ライカの、新潟県にあるライカのと父ちゃんたちが、そう、なんちゃん桃って言ってくださりました。この前ね、48タイムズさん1位の応援、なんか応援もずっとしてくださってて、お祝いに1位をくださった、もらえたお祝いに、ご飯にも連れてってもらって、美味しいお好み焼きをね食べたんですけど、その時に桃もいただきました。ちょっと待って、こういうのってね、綺麗に開けたいタイプだからさ、もう爪が長いとね、いい感じ。優しいでしょ。よし、開けていきたいと思います。マジで美味しい匂い。じゃじゃん、写真撮って。写真撮った？美味しそうでしょ？大きい桃でしょ？めちゃくちゃ。で、ちょっとなんかすごくもう熟してあるので、ちょっと剥けば、なんかちょっと切り込みとか入れればすぐ剥けるみたいです。に向ける。気持ちいい。
表面に若干ね。桃は服が汚れるから気をつけないと。今日ねファンの方にいただいた T シャツなんですけど、これそれを着てオンラインおしゃべり会に参加したら、たまたまその送ってくださったファンの方が来てくれて、え、今日のオンラインでそれ送ったよって言おうと思ったのって言ってくれて、すごくないですか、超奇跡。二人寄り添って歩いて、ドアの愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて、ありがとうじゃ、ああ愛してるじゃまだ言えないけど、せめて言わせて、幸せですと。うまくいかない日だって二人でいれば晴れだって、喜びや悲しみも全て分け合える、超名曲だよね。聞いて、昨日ねピアス買ってきたよ、早く送るね、嬉しい。来月は公演がいつあるかちょっとわかんないんですけど、来月8月ですよね、公演いつあるかわかんないんですけど、今ここ公演ぜひ見に来てほしいですね。でもほんといつあるかわかんないんですよ。いつあるんですかね。ジュジョン、めっちゃ綺麗に抜ける。来月山ここいつあるかわかんないんですけど、8月、8月何日だろう、マジでわかんないんですよね。本当にわかんないので、ちょっと皆さんまだ何も言えないんですけど、まあ予定開けといた方がいい日はまあぐらいかな、ないかな、ちょっとそれは言えないかな。ちょっとね、今週中には送るね、嬉しい、楽しみにしてます。ちょっとまだもらえないかもしれないけど、まあ、プレゼントをね送ってくださる方はそれの1週間ぐらい前に届いてればもう確実に多分その時にいただけるので、確実に多分でもなんか矛盾がすごいんですけど、なんか最近すごい思うのが、自分ってなんか人見知りだけど本気で女子力じゃない、コミュ力高いんじゃないかなって愛想よくしようと思えば頑張れるんじゃないかなって思うようになったら、なんかだんだん2期生とも喋れるようになってきたし、やっぱ気の持ちようですね。いや違う、本当に人見知りしちゃう人もいると思うから一概には言えないんですけど、最近そうやって考えることによって2期生と仲良くなれた気がします。今日もオンラインの合間ずっとゆうちゃんとやひと喋ってて、ちょっと種の分いただきます。
で洗ってます。服汚させないよ絶対。箸、箸持ってきます。いただきます。私ね、桃、イチジク、スイカが大好きですね。その日しかない感じ。え、何だろう、何の話だろう。山ここ公園の日程はマジで分かんないんだよな。山ここ公園のね、日程はちょっとまだ分かんないんですよね。変わるかもしれないですし。それではいただきます。え、大好き。ピーチ。何も見えないでしょ。いつか分からんでしょ。ね、美味しい。ピーチ。ちゃんちゃんと送ってください皆さん。ねがピーチって言った。美味しい。クレープして、うん、甘くてさ、私桃って桃の匂いがめちゃくちゃ好きなんですよ。優しく甘い感じ、それがもう口の中に入った瞬間ふわって広がります。うん、超贅沢じゃない？一人で桃一個食べちゃうなんて。うん、やばいやばい、充電しないと切れる途中で配信が。充電されました。桃美味しい。喋れなくなりますね。美味しくて。今日はオンラインおしゃべり会で、さっきも話した通り、あいな、あれだ、ゆうちゃんとやひとずっと3人で喋ってたんですけど、終わった後にななみちゃんとさらとやひと4人で、山ここのレーナーいないバージョンですね4人でずっと喋ってました。今もグループラインが止まらないぐらい。仲いいです。でも桃美味しい、やばい、飲み物。そう、山ここメンバーの中で一人だけ唯一レイナが同じ日じゃないんですよ、オンラインが。
余裕で飲めちゃう。桃は飲み物。じゃあ桃の CM やります。いきます。あなたの桃と桃、もしも、もれるなら、もももももも、ももももも、最後の一口いただきます。ごちそうさまもも。ごちそうさまももも。あー、お腹いっ。お腹いっぱい。最近、私の特技は最近増えたんですけど、ちょっと披露したいと思います。いいですか？どんな言葉も誰よりも早く言えるんですね、私。実は。そうだから、例えば3文字の言葉で、じゃあなんかちょっと言ってみてください。言ってほしい言葉。3文字の言葉なんかありますか？言ってほしい言葉。時計ね。OK。じゃあ、いきます。じゃあ今見せた。今見せた。もう一回もう一回。いきます。時！おい。次バスケで、ね、いきます。バス！ほら、聞こえた今。バスケ！ OK。あとは、私が得意なのがパインなんですけど、いきます。メロンも、メロンも得意です。いきます。メロン。オッケーオッケー。タオルね、オッケー。タル。オッケー。オッケーオッケーオッケー。メンズ、いきます。いきます。メンズ。オッケー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 。早い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 。早い早い早い。あれ？デジャブ。デジャブね、いきます。デジャブ。おいー。早いでしょ？早いでしょ？早いよね？ピッ！ピッ！パインとプリンめっちゃ似ちゃう。いきます。どっち行ったか当ててください。いきます。ピッ！オッケー。今どっち行ったでしょうか？わかんない？
どっち言ったと思う？プリンとパイン。プリン。正解。じゃあ次コインね、いきます。コイン。コイン。プリンって言いました、さっきは。わーいって言ってるんで、スローにするとこんな感じで、でも普通に再生するとプイッ、 OK、 スローにするとプーイ。ってなってますから、本当に本当にマジでマジでマジ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 スローうまい。やった最近ハマってる曲があるんです、歌おうかな。じゃスロー特技にした。お、スローも良かったですか。すごっ、私スピードとスローどっちもできちゃうってこと。はっきり言ってほしい。じゃあスローで、じゃあなんて言ってほしいですか。いやスローは嫌だな、でも得意です。レイナ絶対スクショするわ。でも喉の調子マジ鬼悪いんですよね今。ないわ、ないないない、なかったなかった、曲なかったので。好きだって幸せなことなんだ。幸せだった友達でいた方がいいのかな、なんて気づいた。髪いいね、嬉しい。もっと明るくなるからみんなびっくりしないでください。この答えまだ聞いてない。みんなインスタいいねしてくれましたか。はっきり言ってほしい。ファンの方にいただいた T シャツですので、お気に入りです。じゃあそろそろ終わりにしようかな。30分経ってしまったので、皆さんここら辺で私はドローします。ということで皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。明日はね、朝早くしようかな。5時から配信します。朝めっちゃ早いですけど、ありがとうございます。またね、5時から配信します。朝早いです、起きてね。えい、あと3、2、1、3、ありがとうございました。